フランシスコ・ハビエル・ソラーナ・デ・マダリアーガは、スペイン・マドリード出身の政治家、物理学者。かつては、フェリーペ・ゴンサーレス政権下で閣僚を務め、その後1995年から1999年までは、北、大西洋条約機構事務総長、1999年から2009年までは、欧州連合の共通外交、安全保障政策上級代表、欧州連合理事会並びに、 西欧同盟の事務総長を歴任した。ソラナの家柄はスペインでも名門とされており、大王子には国際連盟軍縮部会のスペイン全権を務め、外交官や作家であり、欧州における差別撤廃を唱えたサルバドールでマダリアーが、その妻はスコットランド文学者、経済史学者のコンスタンス・アーチボルドでマダリアーがで、その娘には、 フランシス・ベーコンを研究したニエベス・デマ・マダリアーガマ・マシューズがいる。父は科学者で兄のルイス・ソラナはフランシスコ・フランコ独裁体制に対して反対運動を展開し、投獄された経験を持つ。ルイスはその後、スペイン国内の通信業界で活躍し、日米王委員会において初の社会党員の委員となった。ソラナは厳格なカトリック中等学校であるエルピラール校で学び、 マドリード・コンプルテンセ大学に進学する。コンプルテンセ大学の学生だった1963年、大学当局から大学革新習慣と称する反体制、運動フォーラムの設立認可を受ける。1964年には国費でスペイン社会労働党に入党した。当時の社会労働党は1939年のスペイン内戦後以降、フランコ政権下で非合法とされていた。 また同じ年にソラナはコンプルテンセ大学を卒業、その後1年間はスペイン科学研究高等会議やイギリスで研究活動を続けた。1965年にはアメリカ合衆国へ渡り、6年間フルブライトプログラムを活用してシカゴ大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、バージニア大学大学院と各地の大学に留学した。特に バージニア大学大学院では、当時教授だったニコラス・カブレラのもで女子となり、物理学の教鞭を取る、その一方で独自研究を続けていた。また、ベトナム戦争抗議運動にも加わり、留学生協会の代表を務めた。1971年、バージニア大学から、論文セオリー・オブ・ザ・エレメンタリー・エクスティション、スペクトラム・オブ・スパーフルート・ヘリウム・ザ・ロトン・ライフタイムで、 物理学博士号を取得し、予定を1年間延長して、アメリカでの研究を続けた。その後スペインに戻り、マドリード自治大学で、個体物理学の講師、1975年に、コンプルテンセ大学教授となる。この間に30本以上の論文を手掛ける。その後1990年代初頭までに、数多くの PHD を受けた。カールを受賞したソラナカールは、 欧州の統合に寄与したと評価される人物に与えられる。左は1982年に同賞を受賞したスペイン国王フアンカルロス一世。1971年スペインに帰国したソラーナは社会労働党の代表として民主化運動団体コダンシアンデマックレアッィカに加わった。1976年スペイン内戦以降初めて開かれた社会労働党大会でソラーナは 連邦執行委員会初期、広報委員に選出され、その後5年間初期を務めた。また、当初期長であったフェリーペ・ゴンサーレスとは、親密な関係にあり、フランコ語の党の方針転換に大きな影響を与えたとされている。1976年パリ近郊のシュレヌ、1977年スペインで、それぞれ開かれた社会主義インターナショナル大会に、社会労働党代表として参加した。 1977年5月20日、サルスエラ宮殿でのフアンカルロス一世とコンサレスの会談に同行した。その後、コンプルテンセ大学教職員組合の代表となり、1977年6月15日、会員議員選挙に当選する。1981年2月23日、アントニオ・テヘロヒキール治安警備隊部隊が王政復興を目指して、クーデターを企て、 会員を選挙する。その時ソラナも18時間身柄を拘束された。1982年10月28日、社会労働党は会員選挙で350議席中202議席を獲得し歴史的対象を収める。12月3日、第一次、ゴンサーレス内閣で文化省に就任、およそ6年間務めた後1988年に教育、科学省に就任する。 1985年7月5日からの3年間は文化政府報道官を兼務した。1992年7月22日、病を患っていたフランシスコ・フェルナンデス・オルドニエスに代わり外相に就任する。この日はマドリードでの第2回イベロアメリカ首脳会議の初日、前日であった。1995年11月27から28日、スペインは当時、 欧州連合理事会議長国であり、ソラーナはバルセロナで開かれた理事会の議事振興を務め、そこで地中海地域の文化交流と経済統合へのプロセスとなるバルセロナ宣言が採択された。閣僚を務めた13年の政治手腕から、ソラーナは着実な外交力を持つと評価されていった。ゴンサレス政権後期の外相就任により、後に明らかとなった政権内の汚職や、 反テロリスト解放グループとバスク祖国と自由との間での紛争をめぐるスキャンダルに巻き込まれることにならなかった。1995年の暮れにかけて、ソラーナは当時、ゴンサーレス政権発足当初から閣僚として残っていたが、翌年3月の社会労働当初基調選挙で、ゴンサーレスの有力な後継者と目されていた。ところがソラーナは国際政治の舞台に飛び込んでいった。 NATO 事務総長の任にあったまも、ソラーナは、社会労働党やスペイン国内で政治的に活動していた。1997年6月、第36回社会労働党大会において、ソラーナは執行委員会を離れ連邦委員会委員に選出され、その後3年間で2度再選された。2003年2月5日の国際連合安全保障理事会でアメリカ国務長官、 コリン・パウエルがイラクの大量破壊兵器保有を主張する演説を指示したことにより、ソラーナは当初基長のホセルイス・ロドリゲス・サッパテイロと対立することになった。サッパテイロはホセ・マリア・アスナール国民党政権によるイラク戦争支持に反対していた。ソラーナはゴンサレスと共に社会労働党の古い世代の代表格と見られている。年月日、ソラーナは バスクの独立性に関する言われチェプランについて欧州憲法草案に分離バスクの代表権は存在し得ないとして批判した。1995年12月5日、ソラナは政治スキャンダルのために辞任を余儀なくされたウィリー・クラースの公認として、ナト o の事務総長に就任した。就任に際して過去にソラナがナト o について批判的な発言があったとして議論を呼んだ。 それを示すのが、ソラナが以前に表した、NATO に、ノ、NO、ーという50の理由という論文で、このことでアメリカはソラナを危険人物リストに掲載していた。1982年5月30日、スペインは NATO に加盟したが、その年末に、社会労働党が政権を獲得した際、社会労働党やソラナは、以前からの反ナ t o から、親 NATO、新米に路線を変更した。 1986年3月12日、スペインでは、ナトー残留の是非を問う国民投票が実施され、社会労働党とソラナは賛成運動を展開し、結果残留に賛成とする票が反対とする票を上回った。過去の反ナトー活動について批判を受けた際、ソラナは、その批判は、ナトーの冷戦からの流れと決別する決意の現れで、あるとして喜んでみせた。 事務総長就任直後、ソラナは、ボスニア紛争に関して、12月20日に、国連の作戦を引き継ぎ、6万人の兵力を持つ、他国籍羽兵力を部隊が中心となる NATO のジョイント、インデバー作戦の指揮に当たった。これは、前年8月と9月の NATO による、ボスニアヘルツェゴビナ爆撃の後にまとめられた、デートン合意に基づくものである、作戦遂行に当たって、 ソラナは同盟欧州司令部緊急対応部隊を展開した。996年12月、アークは活動を再開。3万2千人の兵力を有する平和、安定化部隊が任務を引き継ぎ、ジョイントガード作戦を展開。1998年6月以降は、ジョイント法事作戦を遂行した。ソラナの指揮の下、また冷戦後時代に対応して、NATO は政治、 軍事機構を再編し、基本戦略を変更した。NATO 加盟国とその交渉相手国との間で異なる要望が上がる中でうまく意見を取りまとめたとして、その外交手腕が高く評価された。1995年12月にフランスが NATO 軍事機構に復帰。1996年11月にはスペインも軍事機構に加わった。 1997年5月27日、5ヶ月もの長期にわたる困難な交渉の結果、ロシア外相エフゲニー・プリマコフとの間で基本文書に合意、パリで調印した。この出来事は、ロシアとナトー中心国との間の戦闘状態が正式に集結したことを意味するものであり、外交上重要なものである。また同日、ヨーロッパのナトー加盟国と非加盟国との 関係改善を目的に、欧州、大西洋、パートナーシップ理事会が創設された。7月には、マドリードで旧東側のチェコ、ハンガリー、ポーランドが、ナト o 入りに向け協議を開始し、1999年3月12日に、加盟が実現している、旧ユーゴスラビアでの平和維持活動は、困難な状況で、また活動そのものに異論が出ている中で続けられていた。 IFOR、SFOR は、ボスニアのセルビア人指導者ラドバンカラジッチやラトコ、ムラディッチの拘束に時間がかかっていることについて、批判が集まっていた。1998年末には、セルビア共和国コソボ自治州で、セルビア政府とアルバニア系強硬派、コソボ解放軍との間で、武力衝突が泥沼化し、1999年1月15日には、 ラチャク村事件が発生。アルバニア系住民45人が殺害された。NATO は両者を強制的に抑えるためには平和維持軍の投入以外に方法がないと判断した。1999年1月30日、NATO はユーゴスラビア空爆開始に向けた準備を行うことを発表。両者に対して武力衝突の停止を迫った。2月6日、ソラナは パリ郊外のランブイエ城で行われた両者との交渉に臨んだが、結果は不調に終わった。3月24日、ソラナは歴史的にセルビアとつながりを持つロシアの反対を受け、国連安全保障理事会の指示取り付けられなかったにも、かかわらず、目標を軍民問わずに空爆を開始した。その際、空爆は人道的検知から必要であり、NATO の使命としてヨーロッパの平和を維持し、 ボスニア紛争時に起こった民族浄化を回避するためのものであると正当化した。ソラナとナトーは空爆により民間人の犠牲が出たことで批判を受けた。4月23から24日、北大西洋理事会がワシントン DC で開かれ、加盟国首脳はニューストラテジックコンセプトに合意し、飛行の基本防衛戦略の本質的な部分を変更、権限を拡大した。 これにより以前に比べ危機的状況において、より広範囲の分野で人道的介入に着手できるようになり、NATO が紛争拡大の回避、抑制を図ることが可能となり、NATO はさらなる軍事的抑制力を持つようになった。6月10日、セルビア軍はコソボから撤退、ソラナは攻撃を停止しコソボ紛争は終結した。同日国連安全保障理事会は、 決議1244を採択し、NATO、ARC は、コソボ国際安全保障部隊の指揮を取ることとなり、6月12日より、共同で、コソボの治安維持や統治に当たった。10月6日、ソラナは、NATO 事務総長を2ヶ月前倒しして退任、ジョージ・ロバートソンと交代した。 1999年6月3から4日にケルンで開かれた欧州理事会で、ソラナは欧州連合の共通外交、安全保障政策上級代表に指名された。共通外交、安全保障政策とは、マーストリヒト条約によって、欧州連合の3つの柱の台に第に第三の柱として導入されたものであり、上級代表には4000万ユーロの予算権限が与えられ、その多くが、 バルカン問題に当てられてきた。また同時に共通外交、安全保障政策上級代表は、欧州連合理事会事務総長も兼務することになり、政治、安全保障委員会を取り仕切り、半年ごとに交代する、議長国の引き継ぎの際には、それがうまくなされるよう調整に当たっている。理事会決定の取りまとめや、実行の際にも、事務総長としてその職務に携わっている。 さらに欧州連合を代表し、その時々の議長国の同意の下で他国との交渉に望む権限を与えられている。欧州理事会の指名を受けて、ソラナは同年10月18日に共通外交、安全保障政策上級代表、欧州連合理事会事務総長に就任した。共通外交、安全保障政策の基本理念は、アムステルダム条約で導入された欧州安全。 保障防衛政策である、戦術のケルン、1999年12月のヘルシンキでの欧州理事会の会合において、軍事、安全保障行動についてまとめた、ペテルスベルクタスクの遂行のために、6万人の兵力を持つ強力な欧州緊急対応部隊の創設に合意した。11月20日、ソラナはさらに、西欧同盟の事務総長を兼務することになった。 ただし、西欧同盟は、ヨーロッパの防衛、安全保障機関としては、ほぼ活動休止状態に、あった。ソラナが、西欧同盟の事務総長に就任してからは、活動の、機会が増えたと言われているが、西欧同盟の機能は、欧州連合に移管されつつあり、ソラナは、この遺憾の過程を監督し、また西欧同盟の共通外交、安全保障政策への部分的統合の作業に、あたっている。 例を挙げると、かつて、西欧同盟の機関だった安全保障研究所や衛生センターは、現在共通外交、安全保障政策に移管されている。2000年5月クリントン政権はソラナについて、ヘンリー・キッシンジャーが望んでやまなかったヨーロッパとのホットラインが実現した、と評した。2003年2月には、欧州安全保障戦略を発表し、 テロリズムを含めた欧州連合の安全に対する脅威を列挙、定義した。2004年3月25日、ヘースデフリースを共通外交、安全保障政策反テロリズム調整官に任命し、その使命は欧州連合のテロリズムとの対決について整備、計画、調整することであるとした。2004年6月29日、ソラナの職責はさらに拡大された。 欧州連合初代外相の指名を受けることで、共通外交、安全保障政策と欧州委員会、外交担当委員の両方をこなすこととなった。また2006年、欧州憲法条約の批准が完了していれば、欧州連合理事会の副大統領となるはずであった。このほか2004年7月12日、欧州連合加盟国の防衛資質の効率性を確保。 向上させるために新設された欧州防衛機関の首脳に指名された。ソラナは欧州憲法条約総案において新たに与えられる権限に関して批判と称賛を受けた。その際、新憲法下においても加盟国の満場一致の同意がなければ、この役職はいかなる行動も認められないと反論した。ソラナは2005年4月18日、翌月29日に、 欧州憲法条約批准の是非を問う国民投票を控えたフランスの学生に対し一部のアメリカの新保守主義者は欧州憲法条約の発行を欧州の新たな力の登場と捉えているため欧州憲法条約に反発する者がいると述べたまた5月4日には欧州憲法条約はナト o を弱体化させる性格のものでないと発言した欧州憲法条約の批准には 全加盟国の同意が必要であるが、フランスの有権者は明確に欧州憲法条約に反対を示した。ソラナはこの投票結果を受けてもなお、欧州連合は世界の舞台において重要な役割を持ち、新たな外交政策を着実に実施していくと表明した。イランの各物質の欧縮問題に関する外相会談後の記者会見にて、左からドストブラジ、ストロー、 シュタインマイヤー、ソラナソラナは、中東諸国や、ボリビア、コロンビアといったラテンアメリカ諸国と欧州連合との間での協定に関する交渉に臨んできた。また、ユーゴスラビアに残った諸国の安定に関して、中心的な役割を果たした。すなわち、完全な独立を得るためにセルビアとモンテネグロに、連邦国家を形成することを提案。この目的をコスボとボイボディナの独立要求を、 ドミノ的に発生させないようにするためとした。この提案に対し、地元メディアは、皮肉を込めて、新たな国家の名称を、ソラニアと報じた。2002年1月21日、ソラナは、グアンタナモ米軍基地に収容されている犯罪者について、ジュネーブ条約に基づいた扱いをするべきだと、発言した。また欧州連合は、イラク侵攻のような戦争は、これから先、 交渉による努力で解決するべきだと表明した。また、ソラナは自分の職務で最も困難を感じたのは欧州連合加盟国の中で国連安全保障理事会の常任理事国でもあるイギリスとフランスが対イラクをめぐる方針でその路線が一致しなかった時だと述べている。イラクの体制変革を狙ったアメリカを東欧諸国が支持することが示されたいわゆるビリニュス書簡や イギリス、イタリアを含む8カ国が同様に発した書簡は共通外交、安全保障政策の権威が失墜したものと受け止められている。またソラナはイスラエル・パレスチナ間の紛争解決においても重要な役割を果たしている。欧州連合のほか国際連合、ロシア、アメリカで構成される中東カルテットの枠組みの中で和平のロードマップの構築に尽力している。 2004年7月22日、ソラナはそれまで拒否され続けてきたイスラエル首相、アリエル・シャロンとの会談に臨み、欧州連合のロードマップへの関与に成功した。2005年1月9日のパレスチナ自治政府大統領選挙を妨害しているとして、イスラエルを非難するが、4日後には再び、シャロンとの会談を行った。2004年11月、ソラナは、イギリス、フランス、 ドイツ3カ国とイランとの間で行われた核物質濃縮の停止を求める交渉を支援した。また同じ月には、ウクライナ大統領選挙に関して、候補者二人の仲介にあたり、翌年1月21日には、正式に大統領に就任したビクトル・ユシチェンコと、将来の欧州連合への加盟について議論した。アメリカ国防総省メダルを授与されるソラナ・ソラナには、家族として、妻、 コンセプション・ヒメネスと、コンセプションとの間に成人したコディエゴと、ベガがいる。ソラナは現在ブリュッセルに住んでおり、自宅としているマンションは、スペインの政治家にとって、ブリュッセルにおいては重要な場所とされている。ソラナは、英語の他フランス語にもたけている。NATO の司令官だったウェズリー・クラークがソラナに、外交の秘訣について尋ねた際、ソラナは、敵を作らないことと自分がわからないような、 不要な質問を絶対にしないことだと答え、さらに外交は遠赤問題のようなものだと加えた。アメリカの NATO 全権代表、アレクサンダー・ベルシュボーはソラナについて大西洋に隔てられた NATO 加盟各国の首脳の団結が求められるときに水面下で調整にあたり意見を取りまとめるその能力は卓越したものだと評している。アメリカの外交政策に重要な影響力を持つ 外交問題評議会の場における演説は高い評価を受けた。またニューヨークに本部を置く東西研究所や外交政策協会においても精力的に活動している。このほか受賞歴などに聖マイケル、聖城寺勲章、ローマクラブスペイン支部会員、スペインイサベル女王大十字勲章、ドイツ国防省マンフレート、ベルナーメダル、マダリアーガ欧州財団理事長、 ザビジョンフォー・ヨーロッパアワード東西研究所ステーツマンオブザイヤーアワードカーネギー財団はトラー平和賞があるまた2007年には欧州統合に対する際立った功績を評価されカール大定賞を受賞しているありがとうございます